今日の第3部です。ここはマンゴストリートジャリビーに来ました。ちょっとハンバーガー買っていきたいと思います。ハンバーガー買っていきたいと思いますね。配達用のバイクが3台しかないです。前はね、15台ぐらいあったんですけどね。ありゃー乗って。どんどん。向こうにイグレシアチャーチが見えるんですけどね、ちょっと遠いかな。だから今日はやってないから。ああ、ジョリビーはやってないから今日はハンバーガー買えませんでした。ゴロロダアベニューですね。また警察のところです。しょうがない、帰りますかね。しょうがない。コロン行きだ。 13C コロン、カルボンコロン行きへ。昨日はここからね、おまわりさんのトラックとかバスとか普通のジプニーじゃないや、四駆にね、自転車いっぱい乗せて5、6台行ったんですよね。自転車乗って持ってったからどっかでトレーニングやるんだと思ったんですけど、今日はどうかな。変わった犬がいる。色ちゃん。これですよね、昨日。はい、これ焦点が合わないんだね、これ。これはポリスウォーマン、私のおばさんですよ。ここでね、働いてたんですよね、ポリス。あら、今日は誰もポリス出てこない。この木なんの木にまた来ちゃいました。それで、あそこのね、角、信号の手前の右が、昔あの旅行で来た時のお土産屋さんショップです。今はもう全然変わっちゃったから。このお土産屋さん来た時はね、あの観光バスが来てガイドさんがいて、みんなでどっとどっと降りて、急いでお土産買ってすぐ
日本人独特の速さですよね。降りてすぐショッピングして、すぐまた時間がないから移動して、ツアーだとそうなんです。全然時間ばっかり追われちゃって、全然リラックスできないんですよね。ワッと来てワッと買ってワッと帰る、これが日本人のツアーですよね。ここですよね。ここはラーメン屋ショップ、亀吉、亀吉ですね。なんだろうこれ、菜の花かな。菜の花、ここですよね。なんか豚の脳みそのレストラン、ここじゃないかな、隣かな、こっちかもしれないよね。ここかな、豚の。アシロチャペル、ゴロロドストリート、アシロチャペル。ジョイリス、ジェイリス、ジョー、ジュー、ジュー、ジュリス、ジュリス、ジョリス。値段が書いてませんよ、値段。あら、アシロチャーチの正門、全然開いてませんね。また来たぞ。このガソリンスタンド高いね。さっきのところはシェルはもうちょい安かったんだけどね。ここは高い。で、ここはアシロチャーチからゴロロドストリート、ゴロロドアベニューから、ここ左に曲がるとリッチモンドホテルがあるんですけど、この先にまた他の教会が2つあります。この教会は次回また撮ります。今日はこれでまた時間になっちゃいました。失礼します。